竹の中で成績上がるとは正直あんまり思ってないんですね。竹大志くんの宿題を突破するための勉強を絶対にやらせるなっていう話、そんなすごいことを一緒にしたなんて。いや高田先生がいたり、山野先生がいたりするわけですけど、今日もは講師とは違う。できない人ができる人に追いつくために埋めなきゃいけない要素っていうのは、ここで始まりました、モテチャンネル。さあ、今回は中村先生においていただきました。はい、ハローだよ。はい、中村先生なんですけども、はい、今回はですね、はい、ちょっと竹田塾の講師、はいはいはい、教務って何してんの、授業しない塾なのに。あー、なるほど。はいはいはい。それどういうことなのってですね、うんうん、まあ私もですね、研修受けまして、はい、よくわかりましたんで、はい、その辺のことをちょっとね、中村先生に説明してもらおうかなと。なるほど、はい。ただやっぱりですね、すごいコメント欄見るとですね、もう竹田塾なんか行かなくったっていいじゃんか、はい、もう一人でやればいいんだよ、自分で参考書最強とか書いてるのに、はい、そういう人がルートよこせって、はい、早くしろルートまだか。はいはいはい、はい、いやいや、竹田塾通ってる人がいなかったら中森先生ここにいらっしゃらないですか。そうですね、はい、ルートもないですよっていうね、はい、もうびっくりしましたけど、はい、即ブロックです。なるほど、はい、はい、なんてことを言うんだと思って、はい、で通ってる方に感謝してくださいね、はい、通ってる方のおかげでルート作れるので。いや、そうですね、はい、みんなが助かってるっていうのを忘れないでください。一体講師、教務部何する人なのか、ちょっと、はい、講師の先生と教務の先生いますもんね、ちょっと教えていただきたいなと思います、はい、この話をするためにはですね、まず最初に前提を言っとかないといけないかなと思うんですけど、おいおい、僕はですね、竹田塾の中で成績上がるとは正直あんまり思ってない人間なんですね。おいおいおい、結局竹田塾に通ってる時間というか指導を受けてる時間って、うんうん、自習時間よりも全然短いわけじゃないですか、はいはい、例えば1日8時間勉強する人だったら7×56で56時間の勉強時間があるって考えた時に、竹田塾で指導を受ける時間ってせいぜい、まあ、長くて10時間ぐらいだと思うんですよ、週間の中 で、うんうんうん、でその時間で成績伸びるというよりは残りの46時間で伸びると思うんですね。なるほど。で、竹田塾の指導は何のためにするかって、その46時間の質をいかに上げるかを提供するっていう感じなんですよね、やり方とかを。なので、竹田塾に来てもらったら何をするかっていうと、まず勉強のやり方を教えます、うん、でかつ何やればいいかっていうペース指示を出しますね、はい、まあ、スケジュールですね、本当受験勉強全部宿題で管理するみたいな感じなんで、うんうん、で本当にそれをやってるかをテストで確認して、口頭確認して、うまくいってなければ軌道修正して、また次回のスケジュール決めるっていう、こんな流れですかね、はい、すごいですね、一日一日のね、あのスケジュール、はい、すごい記入していくんだなと思って、はい、思ったよりガチですよね、あれ。そうね、こっからここまでってこう毎日書いてやるから、はい、こんなにやるんだなと思って。そうなんですよ。だから自分でできるじゃんっていう意見って本当にその通りだと思うんですけど、うん、でもそれできてんだったらそもそも今偏差値すでに高いよねっていうのが基本やっぱあると思うんですよね、うんうん、なるほど。だから竹田塾で何するかって言ったら、自習のサポートなんですよ、基本的には、うんうんうん、では自習をやろうと思った時に何ができないのって言ったら、うん、そもそもまず何の教材をやっていいかもわからないし、それをどれぐらいのペースでやればいいかもわかんないし、どうやればいいかもわかんないし、本当に身についてるかもわからないし、誰かに締め切りを決めてもらわないとペース通りにやれないしみたいな、大体そのできない理由っていっぱいあると思うんですけど、そのできない理由を潰すのが竹田塾の指導って感じですね、うんうんうん、はい、なるほど、はい、そこに講師が入ってくるんですよね。そうですね、はい、あ、でも一時期なんかコーチに変えようかみたいなこと言ってなかったでしたっけ。あ、そうですね、はい、授業しない塾なら授業してんじゃんっていう風にとらわれる部分もあるのと、 あと先生方もやっぱその教えなきゃって思っちゃう人が、やっぱ竹田塾の指導初めての人とか結構思っちゃいがちなところあると思うんで、そこをなんか勘違いしないようにさせるためにはどうすればいいかみたいなのが結構あったみたいな感じですね。なるほど、それでコーチっていう、はい、コーチングだよみたいな、コーチング、はい、コーチの先生たち、はい、なんか不思議な。じゃあ具体的に何やってるんですか。もうやっぱりその本人へのヒアリングが一番多いかなと思います。ヒアリングと、あと現物を見せてと、ノートとか参考書のやってる様子を見せてだし、実際に解いて見せてっていう、もうそこで本当にちゃんとやってるかをチェックするみたいな感じです、ね、なるほどな、はい、確かにそうですね、単語を覚えてきたって言って、はい、偶然正解してる可能性だってありますからね、うん、はい、ちゃんとやってきたか、その証明をっていうのはありますね、はい、だから先生方にもかなりもう口酸っぱくして言ってるのは、竹田塾の宿題を突破するための勉強を絶対にやらせるなっていう話をしてるんですね、うん、ほう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 。
例えば数学の問題集一つ取っても竹田塾同じ問題出すじゃないですか、はいはい、基本的に同じ問題だったら確かに解けるじゃないですか、まあ、答え当たるだけだでもそれをじゃあ正解したからクリアねじゃなくてじゃあ正解したけどなんでそれ正解なのどっから分かんのっていうことまで突っ込めるかどうかなんですよ、ね、なるほどなるほど、はい、丸暗記になってちゃダメってこと、まあ、確かに答え暗記しちゃえば確認テストなんてできちゃいますもんね、はい、でもそうじゃなくて正解してたとしても、はい、ちゃんとなんでなのっていうふうに突っ込んでいくってことですねそうですねだからそことかはやっぱちゃんと聞いていかなきゃいけないしあとはうまくいかなかった時に軌道修正が竹田で変えようとできるっていうのは大きいかなとは思うんですよね例えば宿題1週間分とかでなんなら本当に週に50時間分ぐらいの宿題が出ますよと、うん、本当に全教科やりたいみたいな人だったらそういうこともあると思うんですけど、うん、でやっていきましたでもうまくいかなかったですじゃあ何が原因あるいはじゃあどれ優先しようかとかその辺のプロデュースっていうのを結構一緒にやっていくみたいな感じですかね、はいはい、おなるほど優先順位とかを決めていく、はい、なんかかっこいいですねプロデューサーって名前にしたらどうですかまあでもやっぱ主役は僕らじゃないんであんまそういう言い方はしたくないな、ね、なるほどそう主役はそうですね、はい、実際生徒たちがやっていくわけですもんねそうなんですだから竹田塾のやってることって理想論を言っちゃえば確かに一人で自分でできちゃうのが理想っていうのはその通りなんですけど、うん、それができる人はそもそも成績いいっていうのが大前提なんですよねやっぱりだからそれができない人ができる人に追いつくために埋めなきゃいけない要素っていうのは授業じゃないんじゃないかっていう基本的な考え方はそこなんですよ、はいはいはい、そもそも勉強の質が低いやってないっていう部分があってそこをいかに埋めるかってなったら今言ったようなところが必要なんじゃないかっていうのが竹田塾の考え方ですね、はい、なるほどなるほどそういう感じなんですね、はいでも一応質問には答えてくれるんですよねその時あもう全然指導の時に、はい、もちろん指導の時もそうですし自習で分かんないことあったら聞いたら答えますし今年からですね夏から新サービスとしてお茶の水の先生にインターネットで相談できるプランを、はい、そうなんですね、はい、へ自習中に聞けるようになるんでそれも使えるんでだいぶ、まあ、質問をしやすい環境になるかなって感じですねなるほど、はい、質問をしやすくなるわけなんですね、はい知らなかった多分そのうち研修とかで出てくると思うんですそうですね、はい、新たにまた学んでいかないといけないですね、はい、ただこれ結構難しいのが教えすぎてもいけないっていうのもあるじゃないですか、うんうん、なんか生徒が依存する塾になっちゃいけないっていうのもあるし、はい、だけど放置しすぎてもいけないっていう、うん、なんかさじ加減がやっぱ難しいなと思いますよねなるほど、はい、で教務の先生っていうのはまた、ね、高田先生がいたり、はい、山見先生がいたりするわけですけど、はい、教務は講師とは違うんですかそうですね違いますね教務の主な仕事は講師の管理ですねおおなるほど要するにピラミッドなんですよ一番要はやり方を知ってる人間が教務の人間で、うん、それを講師に下ろして講師から生徒に下ろすっていうなるほどなるほどある意味その先生と生徒っていうのは距離が近いわけで、うん、下手すると甘くなっちゃう側面ってああなるほどなるほど、まあ、なーなーになっちゃうかもしれない側面あるじゃないですか、うん、だからそれを教務っていう人間が本当にちゃんとクオリティ保って、うん、甘えを許さずちゃんと一定の距離を保って指導できてるのかっていう第三者じゃないですけど、うん、ちょっと俯瞰した目線で見れるかどうかって感じですね、はい、なるほどじゃあ教務の人たちが講師をチェックと、はい、そうですねあとは全体の教科のバランス見たりですね、はい、その講師の先生って全教科持ってるわけじゃないこともまあザラなん で、ねうん、例えばその英語の先生がめちゃめちゃもうやる気あって宿題出しまくっちゃいました、うん、そしたら他の科目にしわ寄せがあって他が全然できなくなりましたみたいなことがあるかもしれないんでそれをその教務の先生がチェックしてちょっとこれさすがに英語出しすぎじゃないみたいな話とかをバランス取るみたいな感じですねなるほどそういう感じで教務はいろんな調整とかもするわけですね調整と全生徒全講師が同じクオリティでちゃんと指導を行っているか受けられているかみたいなことを見ていくみたいな感じですねあなるほどそうですね私も教務部英語科課長で英語ばっかりやってましたけど、はい、ちゃんとオーナーで今研修受けて他教科見れるように、ねはい、頑張ってますんで、はい、なかなかすごい参考書の量ですしねびっくりしますよねびっくりしましたよ購入するだけでなんか数百冊ありますもんね、はい、びっくりしました、はい、50何万ですって校舎長からこうやって届いた時おえすごい届いたって思いましたけど、はい、そうなんですねそれをやっぱり把握していかなきゃいけないですからねそうですね僕自身もやっぱり指導を一から全部最初作っているのは十何年かけて今のものになっているので、はい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 、参考書の情報から指導の仕方から全部常に刷新している感じですもんね、うん、そうですね、はい、講師の人たちも常に勉強していくわけですよね、はい、そうですね、はい、意外と難しいんですよねおうおうなんていうかこれ竹田塾の先生ってなんか学歴が良ければ、はいはい、指導が上手いわけでもないというかそうですね、うん
うん、むしろ苦手科目の方が指導うまかったりもやっぱあるんで、はいはいはい、そうですね、はい、自分ができなかったっていう経験からね分かったりとかっていうのもありますからね、はい、そういう感じでやっていくわけですもんね、はい、講師になったら、ね、中森先生をもうずっと見ることになる、はい、そうですね、僕の動画が死ぬほど見ることになるんで、はい、もうちょっとイケメンを見せられてよかったんで申し訳ないって話ですけどね、はい、そうなんですよ、もうね四六時中中森先生と一緒ですから研修中はもう、そうですね、はい、講師になった方はですね、中森先生をこんなに近くに感じられるんだと思うぐらい、ね、はい、見ることになりますね、はいはい、まあ、そういった形で、ね、講師っていうのはコーチみたいな感じで、はい、いろいろ授業の中でサポートする、ね、はい、でもちゃんと答えられてない、ね、この、まあ、できた問題でもちゃんとできてるのかを確認するやつですね、でそれを統括するのが教務の人たちだったと、そうですね、その統括してる教務のトップにいるわけですね、じゃあ、そうですね、はい、じゃあ統括たちを統括してる、いやそうですね、はい、わすごい、そんなすごい人と一緒にいたなんていやいやいやヒエラルキーのトップじゃないですか、いや責任が重いですね、はい、まあそうですね、仕事量も半端ないですからねいやいやいや、はい、すごいんですよ、ね、じゃあそんなトップオブザトップの中森先生に今回ですね、竹田塾の教務、教師、講師とは一体何のかっていうのを聞きました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。